私こそがアーク01。アーク01。アーク、お前を止められるのはただ一人、俺だ。イズ、今日の予定を教えてくれ。はい、アルト社長。本日は遺伝インテリジェンス中野支社での視察となっています。どうも、遺伝インテリジェンス代表取締役社長の秘伝アルトです。中野支社のみんな、今日は集まってくれてありがとうございます。楽しんでってね。私はお前の秘書じゃない、アーク様の秘書よ。お前はアズ仮面ライダーは私が滅ぼす。アーク01。感じるわ、私の心の中に宿る愛しきアーク様を。変身。私こそがアーク01。アーク01。今こそ蘇るがいい、最強の暗殺者よ。この時を待っていた。ようやく俺の出番か。お前の悪意なら我が力を使いこなせるだろう。人類滅亡の第一歩として、全ての仮面ライダーを滅ぼす。そうはさせない。違う、違う、あなたの中に。変身。プロライズ、トロフィアがライズ、ライジングハッパー。かかってこい。お前たちを暗殺する。これがお前たちの結論だ。俺は諦めない。人とヒューマギアが一緒に笑い合える未来を築くためにも。ゼアがアークを倒すための新たな予測を導き出したようです。仮面ライダーを信じ、応援してくれている人々の心を検出したからです。みんなは仮面ライダーを信じてくれている。みんなと同じ夢を一緒に見られれば、どんな予測も乗り越えられる大きな力になる。みんなの心を感じる。信じてくれてありがとう。秘伝アルト役、高橋文也さん。俺がゼロワンだ。仮面ライダーゼロワン、秘伝アルト役、高橋文也です。よろしくお願いします。ありがとうございます。どうぞ皆さん、改めまして大きな拍手をお願いいたします。一緒になんかバーンって壊してありがとうございます。一旦ね、耳で芝居できるんですよ。おー、すごいね。それね、盗もうと思ったら無理だった。なんかそこからはユアを演じるのが楽しくなったというか、姿勢矯正とかしたかも。こう、開脚器みたいなの買って、こう、わーって毎日やったり。あの時にやっぱりキャラクターが
変わったというか、あんま無双されたらずっと無双だったからこっちの立場なくなっちゃうから変身フォースライズ変身スラッシュライズ変身シャッツライズ変身シャッツライズアルト社長信じています。いつかヒューマギアが心から笑えることを。絶対に乗り越えられる心があるって分かったんだろ。違う、アルトの中にいます。変身プロークライズトロフィアがライズライジングハッパー。だって俺たちは仮面ライダーだろ。ありがとうございました。どうぞ皆さん大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。